皆さんこんにちは、アイです。今回はシンプルなウィークリーページを作成しました。マスキングテープとマイルドライナーの青とグレーの2本を使って作成します。3週分のレイアウトをそれぞれ違った形にしてみたので、ぜひ最後まで見ていただけると嬉しいです。最初の週は 5.5×5.5 の正方形の枠を作っていきます。テンプレートの丸を活用して日付の枠を作っていきます。マイルドライナーを活用しているので、右下にはマイルドライナーを2本イラストで描いてみました。余白をたっぷり取りたかったので、上の部分にはマスキングテープだけをペタッと貼り付けています。モノトーンのこのマスキングテープはダイソーで購入しました。最後に色を塗ったり日付を書いたりして仕上げていきます。日付と曜日は先日文房具屋さんで一目惚れして購入したこちらの小さいスタンプを活用します。大きさもすごく気に入っていて、これからどんどん活用できそうなスタンプだなと思います。そんなこんなであっという間に1週間分のレイアウトが完成しました。次は2週目のレイアウトです。日付の枠を書いたら、文房具ステーショナリーというマスキングテープを貼り付けていきます。こちらもダイソーで購入しました。最後にポイントでクリップのイラストを描いていきます。2週目も5分あればできるレイアウトになっています。次は3週目のレイアウトです。3週目は横向きのレイアウトにしてみました。日付の枠を書いたら、今度は縦向きにマスキングテープを貼っていきます。次はマスキングテープの丸を使ってマスキングテープの絵を描いていきます。マイルドライナーで色を塗るだけで、あっという間にイラストが完成しました。最後は同じように日付のスタンプをしていきます。3週とも文房具を意識したとてもシンプルな仕上がりになっています。時間をかけずに、でも可愛いウィークリーページを作りたいという時の参考になれば嬉しいです。それでは最後に全てのページを見ていきましょう。簡単ですが、今回はウィークリーページの作り方をご紹介しました。少しでも参考になった場合は、いいねボタンとチャンネル登録もよろしくお願いします。